はい、こんにちは、元バンディット 400V です。今回は開封動画をお届けします。今開けようとしているのが商品なんですけども、新橋玉木屋って書いてますね。佃煮煮豆で有名なんでしょうか。食品ですね、購入したのは。で、ドコモのポイントで、開店の、2年ごとの契約更新があるんですけども、それの更新をしたら、Dポイントっていうのが、3000ポイントつきまして、ただ普通のポイントと違うのが期間限定っていうことで、来年の2月確か末日までの期限のものだったんで、さっさと使った方がいいかなということで、交換したものですね。また袋が出てきました。あとはなんかこれ紙袋入ってます。で、さらに、なんだ、すごいな、これ。さらに、紙袋。に入ってると。で、これですね。いちじく甘露煮。というもの。3000何十円っていうやつです。なんか何しようか迷ったんですけども、いちじくの甘露煮って高そうなイメージだったんで、ちょっとそれを、これは D マーケットっていうドコモのオンラインショップみたいなので買いました。あ、ちっちゃいな。こんなちっちゃいイチジクが、これ1パックに2個入ってます。こんなちっちゃいんだ。それが4パック8個。これで3000。高いのか安いのかわからないですけども、こんな商品を頼んでみました。冷やしてお召し上がりください。シロップはヨーグルトに入れたりパンにつけても美味しくいただけます。で、国産のイチジクみたいですね。ほうほう。消費期限とか賞味期限っていうのがどっかに書いてあるのかな。玉木屋、創業天明2年、美味しさ届けて完成、温度セレクション、新商、世界でも珍しい品種の作り物で、以上です。